8月2日水曜日の朝9時頃に撮影しています。朝8時に、ライトを点灯して1時間経ちましたので、朝一番の餌やりを、していきたいと思います。で、最近ね、こちらの水槽朝一でセレクト与えてるんですけど、そうやね、ちょっと撮影しながら撮りましょうか。そうですね、スミレちゃんがセレクトをね、結構たくさん食べてくれるようになったので、ちょっと撮れたらいいなと思って撮影したいと思います。ロイヤルグラマーも出てくるかな。よいしょ、やろやろ、あ、食べてるね。そう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 、上にあるよ。あ、食べた食べた。だいぶね、セレクトを食べれるようになってきたというか、ほら、上の方にもあるよ。ほらほら、いけ。いけ。もういらんか。3個ぐらい食べたら終わりかな。何個か落ちてるね。結構今もね、20個ぐらい入れたんですけど、マンダリンにね、当たらないぐらい結構みんな拾ってくれてましたね。こんな感じで、スミレアッコ、スミレちゃんは海藻70よりもなんかこうお肉系っていうんですかね、メガバイトのレッドみたいなお肉系の方が好んでよく食べております。海藻70も食べてくれるんですけど、またそれはね、お昼昼過ぎに2回目としていつも入れております。あ、プラスどうかな、クリルも、クリルは2周目でいけようか、2周目で入れようか。そんな感じで上の水槽は、まあ、あのところ順調に餌を食べてくれております。ここの水槽も一応順調かな。はいはいはい、感じでね、クイーンもしっかり、バイカラーもね、下で拾って食べてるし、まあ、ホワイトチップもキヘリキンチャクダイもね、相変わらずよく食べてくれています。うん、だいぶね、クイーンももうすぐで1年、あ、まあでも秋で1年かな、11月ぐらいに購入してるから、まあちょっと小競り合いありますけど、もうしっかりとね、クイーンもだん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 と色も変わって大きくなってきている感じです。これね、こっちもセレクト入れていきますね。どう？食べてるか。うん。もうなくなったかな？だいぶね、ここもみんなしっかり食べてくれるようになってて、うん、まあロックビューティーもね、調子戻してきて、うん、グレーも相変わらず、まあよくホンソメワケベラにね、エラの掃除されてるので、まあもしかしたらね、寄生虫とか、うん、見てるかもわかんないですけど、今のところ1ヶ月ほどはまあ何もなく、そうですね、白癬病治療からは淡水浴することなく順調に今寄生虫の蔓延っていうのをまあ一応防げているというか、うん、またここにね、1匹今日マリンブルーさんにね、行きたいと思ってるんですけど、昼過ぎにあたたて台のね、可愛い子が先週入荷してて、その子が売れ残ってたら、あたたて台もちょっとグレーエンデルの水槽かな、多分大きさ的にそっち入れてみたいなと思っています。こちらもまあとりあえず朝一はね、セレクトを与えるんですけど、
まあ、角出しはすごくよく食べてくれてて、そうですね、ちりめんやっこも食べてますね。食べてるね。10個ぐらいはいけるかな。まあ、あとは誰かな、角出しがちょっとよく食べてるから、ちょっとだいぶセレクト落ちてるけど、ちょっと入れすぎたかな。パウダーブルーは海藻70をよく好んで食べるので、あんまりセレクトの時は、食べにしません、うん。あとは下に落ちてるやつを拾ってくれるかな。だいぶちょっと落ちちゃったな。ああ、まあ、くれないが食べてくれてるね。うん。まあまあ、10個ぐらいは食べれるのかな、今。うん。若干バクバク感が少ないかなと思って心配ですけど、まあちょっと餌入れすぎたぐらいかな今のは。こちらもまだね、全然スクリューブルドエンジェル淡水浴してないんですけど、まあしっかりとねご飯食べれてるので、そんなには気にしてはないですね。うん、こんな感じで6000とかブルーフェイスも、あとはそれ、ね、スクリルブルドもとタテキンも、みんなチョウチョウたちもね、みんな、うん、しっかりとご飯食べてますし、まあ、チユデラもなんとか生き残ってるけど体色は非常に悪いですね。あとはそうね、みんなセナセレクト朝一はこんな感じで、まあ、あとは L サイズちょっと後であげようか、今あげようか、 L サイズね、 L サイズ、電話がね鳴ってしまったので中断しましたが、今からクリルの方を入れていきたいと思います。とりあえずそうですね、まあとりあえずここにクリル、まあ、こんな感じで朝一にここのサンゴ水槽にはクリル入れて、お昼過ぎに、そうですね、神餌のテトラミンを今流しております。まあ、お昼頃スミレちゃんもねテトラミンのフレークよく食べてくれるので、お昼は海藻70とテトラミンを入れて、そのついでにここにもテトラミンを、それね、お昼過ぎ2時頃に入れて、ここはそれで終わってるのかな、ご飯。あとはまた夜に3回目のセレクトとかは他の水槽にはよく流しています。うん、であとはね、ホンスメワケベラのためにクリルは1日1回入れるようにしていて、ここにも朝一番は、まあ、全体にクリルはしっかりと流すようにしています。うん、
な感じでしっかりとね、まあまあすみれちゃんばっかしの話になるんですけど、もう水面にねしっかりと取りに行けるようになってきました。うん、まあ、ロイヤルグラマーも今こんな感じでね隠れていますけど、まあよく前に出てご飯食べれるようにはなってきております。まあ神餌のフレークとかも、まあちっちゃいのはあんまり食いつかないんですけど、大きい餌はよく食いついていますね。うん、まあ、ここはホンソメワケベラと、そうですね、黄色サンゴハゼのためにクリルは欠かせないかなという感じでですね。あとはもうね、この後各水槽にクリルを入れて、本日朝1回目の餌やりは終わりたいと思います。